榊ネス君です。はい、榊ネスです。よろしくお願いします。榊ネスじゃん。いやーマッサーお疲れ。お疲れ様です。いや出れなくてマジで。いやいや全然、いやありがとう、折り返ししてくれて。あ、本当っすか。うん、いや間に合ってよかった。いやお忙しい中ありがとうね。いやちょっとバタついてて、ちょっとタイミング悪くて出れなかったんですけど。いや俺もなんかネス今日ね、ちょっとその100万人記念でさ、逆突させてもらってて、はい、そなかなかちょっと喋る機会あんまないなみたいな。なるほど。え、てか100万人おめでとうございます。いやいやもうそんな全然、もうそのすぐ行くよ、もうそんなみんな、うん、すぐ行く、すぐ行く、すぐ行かないっすよ。行け行けよ、そんな。ありがとう。行きますかね。行くよ、ネス君もすぐ行くよ絶対。あ、めちゃめちゃ行っちゃいますもん。いやありがとう。だからちょネス君ともやっぱサシでさ喋る機会ってなくなと思って。いや確かにフワさんとサシで話す機会なかったっすね。ないよね、はい、あるとしても。え、あれだっけ、そのまあれか、その GT でちょっと絡んだじゃん。で捕まっ、フワさんが捕まって輸送してる時ぐらいですか。ぐらいだよね。え、配信上ってそれ以外ない？なんなら。ないですね。ないんだ。え、ないです。ないよね。てか配信上抜きにしてもなくないですか。なんだかんだ人が他にいますよね。はい、なんかゲームする機会もないもんね確か裏で。そんなにそんなないよね、はい、ないよね。だからあとあれか、そうだ、俺が一方的にその栄冠でネス君を鍛え上げてたから。あ、そうそうじゃないですか、マジで。俺だからそれでなんか逆に一方的になんか絡んでる気になってんだよね。いや栄冠ない、じゃずっとマジで見てました。ありがとう本当に。いやずっと見てくれてたもんね。いや本当に栄冠好きなんで。あとオーバーウォッチちょっとあったか。あ、オーバーウォッチ、そのゲリラ的な感じで。ゲリラ的な感じでお互いそうだ、インスト勢で。あ、はい、そうだよね。いや楽しかったね。いや楽しかったっすよ。だいぶ楽しかった、ね、あれからオーバーウォッチ、あ、だからバロー今度出られますもんね。いやそうなんだよね。いや俺もちょっとオーバーウォッチハマってさ、ランクでも解放しようかなと思った矢先にちょっとね。いやもう引っ張りだこで。いやもうだからちょっと見ます。いやバロランド大会個人的に楽しみにしてるんで。ネス君がもうその間にオーバーウォッチ最強になってるんじゃない、さすがに。あ、すいません、ちょっと先行かせていただきます。最近ねランク解放してね。はい、ちょっと先行かせていただきます。うわちょっとやろうね、またオーバーウォッチも。いやまあちょっとまたやりましょう、ぜひ。遊びたいよね。うわでもちょっとネス君マジ俺栄冠で本当にずっとマジ栄冠最強だったんだよネス君。いやなんか謎じゃなかったっすか、なんであんな打ってたんすかね俺。いや打つし取るし、うん、いや取りはあれか、うん、そうね、マジ強かった。びっくりした、なんかそんなに打撃のステータス悪良くなかったのに、なんか急に予選で打ち始めてびっくりしました、ね、いやそうね、もう何もかもなんかもうデータがよくわからカオスだな、ね、正直。いやもうあれ確かに。そうなんだよね。ネス君ってあれ、その栄冠が好きなの、それも野球自体も結構好きだったの。いや野球自体ももともとめちゃくちゃ好きなんで。そうなんですよ、だから野球好きでそこから発展して栄冠も好きだったんですけど。え、なんか元々やったりとかもしてたみたいな。いや全く、元々やってたのバスケです。あ、バスケなんや逆に。はい、えー、なんでやってたのバスケなんですけど、見るの好きなのは野球とサッカーっていう。めちゃくちゃスポーティーじゃない。いやそスポーツ、いやでも見るの好きなんですよ、なんか。まあまあ観戦の方が好きなの、どちらかというと。いやそうですね、やるのはそんなもちょっと体力ないんで、ちょっとあれですけど。俺ねスラムダンク好きなんだよね。ああ、そう、やっぱスラムダンクはちょっとスポーツ漫画の、いやそうなんだよね、原点ですよね、うん、ちょっとだけ俺もバスケ知ってて。そう、え、そのなんだっけ、あのアリウープ、アウリープだっけ。アリウープですかね、はい、アリウープ、あれとかもやったりすんの。ええ、できるんすか。え、ネス君。あ、俺できないっすよ。あ、俺がってことですか。そうそうそう、できるんすか。できるわけないじゃないですか。できるわけないじゃないですか。あ、そうなんだ。あ、いやさすがに、てかそもそもダンクできないっすよ。あ、そうなんだ。あれもうみんなやるんじゃないんだあれ、うん、いやみんな、いやいやいや、あの絶対無理っす。あ、そうなんだ。あれじゃあもうあれか、世の中のあれか、背でかい選手がもうバーンってやったりするんだ。いやもう本当に192メートルとかもめちゃくちゃでもうでっかい人がってジャンプ力もある人がもうやるし、やったんで。そうなんだ。身長高くからってできるもんでもないっすね。あ、そう、まあ、やっぱ技術か、さすがに。さすがにちょっと。え、でもそう書くとネックス、ね、ネス君ってあれだよね、そのスポーツも好きだし、しかも音楽もなんか作れるし、もうバチバチじゃない。いやもうちょっとそ、作曲の方はちょっとまだまだこれからなんで、ちょっと勉強して。そっちの方が新しいんだ。ですね、ちょっと練習してって形になっていけば、いつかちょっと二次三次ライバーの人に曲とか。うわ、そんなん書きたいなみたいな夢ありますね。すごい、できるで、そんなん。もう十分今でもできるで。いや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 。え、何から入ったの、そのなんか楽器っていうか音楽周りって。
もともと学生時代バンドやってて。あ、そうなんや。いいね。だからその時ボーカルで自分。はいはいはい。でまあギターとかベースとか結局かじらなくて、うん、でなんかバンドで折り曲作って大会に出るみたいなことになった時にメンバー曲作れる人いなくて、はいはい、うん、じゃあ俺が作るかって言って。いいね。そこめちゃくちゃバンドマンやね。みんな実はめちゃくちゃバンドマンっす。なんか何のカバーしてたかとかって言ったことある最初？あ、いや全然。え、何やってたっけな。ワンオクが多かった。あ、そうなんや。もうバチバチやね。ワンオク、いやホルモンもやりました。それこそ。え、そうなんや。やりました。一緒やんほぼ。いや、そうそう、ワンオクホルモンとかやりましたし。もうやっぱみんな通るやね。シムやったりとか。シムやったり。あ、もうバチバチだね。キリングビーやったりしました。ちょっと俺、お箱でした。お箱だった。はい。俺らどこかで出会ってないよね、ワンちゃん。出会ってるかもしれない。出会ってない。いや、ないからしてあるかもしれない。わかんないですね。俺もね、ホルモンとね、あの、キリングビーとかね、カバーしてたんだよね、昔。マジっすか。そう、ギターでやってて、その時。うわ、熱いギター。そう。で、なんか、俺の時も、なんか、その、なんか、いろんな、いろいろあるんだけど、大会みたいなやつがあって、はい、そこでなんかそのなんか出るになってるってなったから強制的に練習したりみたいなのあったりして。もう出会ってるわ。すれ違ってる俺ら。いや、あとは会ってるかもしれない。ねえ。あ、そうなんや。結構なんでガチガチのバンドやってましたね。そう、いや、めっちゃいいね。カバーライブとか見に行ったりあれしたりした？いや、しました。それこそちょっとデビューしてから無理でしたけど、うん、デビューするちょっと前まではあのフェス行ったりとかしました。行ったりしてたんだ。はい、地元とかは公開してないよね。出身地元公開してないです。ああ、なるほどね。まあ、じゃあいろんなところも。バーチャル横浜なんで。バーチャル横浜。ああ、なるほどね。バーチャル横浜で、はい。まあ、いろんなとこフェス今行ったりみたいな。はい。うわ、それフェスですれ違ってるわ。すれ違ってますかねこれ。すれ違ってるね。じゃあシムとかもさ、あ、いいよ言って、はい、何？いや、結構いろんなあちこちの地方フェスも顔出してるんで。そうなんや。関東圏もそうですけど、もしかしたら本当にひょこっとすれ違ってるかもしれない。シムとか好きだったらさ、やっぱあれ、そう、コールドレインとかクロスフェイスとかも通ったりしてた。あー、クロスフェイス通りましたね。あ、クロスフェイス通ってた。クロスフェイス通りました。あれかっこいいよね、はい、かっこいいですね、バチバチに。ね、うわ、それこそ多分フェスで見たのが初めてだった気がする、クロスフェイス。あ、いたんだ。じゃあ結構重めなフェス行ってる、もしかして。いや、なんかたまたまなんかフェス行ったらクロスフェイス出てて。広めなやつに出てたんだ。他のも、そう、バンドさん目的で見に行ったんですけど、そしたらあの出てきて、おっすー。なるほどね。いいな。ライブ見に行こうよ、じゃあ今度。いや、ちょっとなんか行きたいっすね。今なお行きたくない。俺もなんかその大人になってからさ、デビューしてからさ、はい、なかなか行くっていう感じになってなくてさ、機会なくて。いや、そうなんですよ、機会なくてなかなかですけど。いや、行きましょうよ。ちょっとあれ行こうよ。あれ、あの、あれ、シムが主催するフェスなんだっけ、名前あれなんだっけ。ど忘れした、名前調べよう。あれなんだっけ、コメントで教え。あ、デッドポップフェスって言われた。あー、はいはいはい。あれ見に行こうよ。見に行きます。あれマジで行きたい。やってんのまだ。いや、6月とかじゃなかったっけ、シム主催って。そうなんだ。だから多分来年とかに。わ、じゃあ来年やな。そうですね、今チケット取ったりとかもあるんで。そうね、確かにね。そうね、めちゃくちゃなんか普通に音楽の方向性が好きなジャンルやってた、めちゃくちゃ親近感だわ。あ、本当っすか。いや、ホーロック、うん、多分かじってる。うちの同期も含めて3人ともホーロック大好きなんで。みんな好きなのよ。そうなんですよ。方向性は違ったりするんですけど、はい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 、はい、ホーロックの話とかしますね。まあ、そう、まあでも確かにもう北見くんも歌うまいし、もう海星くんもねドラムやってたって言ってたしね。はい、確かにバチバチだもんね。バチバチに実はホーロック好きなんですよ。それは今度遊ぼうね、絶対。いや、ちょっとお願いします、ね、遊ぼうね、本当に。ありがとう、マジで。じゃあ、ネス君、もう一個聞いていい？じゃあ。あ、いいですよ、はい。デッキがあって、実は。お、うわ、これネス君、これやっぱ聞いてみたいやつあるな、一個。じゃあ、デッキがまさかあるんですか。ネス君の、はい、過去の黒歴史ってありますか、なんか。俺ちょっと黒歴史、全然もうあのギリギリ配信に乗っけれるぐらいの内容で大丈夫だよ。黒歴史っすか。いや、俺黒歴史実はあの、うち 3SKB でラジオやってて、月1で。ああ、なんかやってるらしいね。
そうなんですよ。そこで黒歴史すでに何個か出てあ出てんだ。えなんか俺だけ黒歴史さらされてて、いやだからてかせっかくだからなんか別のなんかなんかもっとやばいの ある、聞きたい、全然配信ギリギリで気をつけてね。配信ギリギリで気をつけて、ね、うん、載せれないやつは言っちゃダメだからね。えでも黒歴史、黒歴史あるかな。いや結構言ってんだもう。なんかあの酒のやらかしエピソードとかえ酒のやらかしエピソード聞かせてよ、俺は知らないかも。あさらけの、いややらかしじゃないんですけど、うん、なんか飲み始めた頃の、今もないんですけど昔のなんかめちゃくちゃ嫌な癖があって、うん、え何嫌な癖。いや自分ちょっと理系かじってるんで、そういう科学のなんか物質とかちょっと好きなんすよ。それで飲んでめちゃくちゃベロベロで酔っ払った時に、うん、お前酔ってるって言われた時に、いや酔ってないっすよ、まだこんな酔ってないっすよってやっぱ言いがちじゃないですか。うん、言うね、言うめっちゃ。その時になんか知らないけどアルコールの物質名を急に言い始めていや俺のアセトアルデヒドは分解されてるから大丈夫だよ、まだ酔ってないよとか言ってていいね、友達に敬遠されたって。幻想記号語り出すんだそこで。幻想記号語り始めるっていうちょっと奇想エピソードが、めっちゃキモくていいね。めっちゃキモいっす。めっちゃいい。でも嫌で嫌で直しました。あ直した。直さなくていいよ。いやちょっとさすがにキモすぎますよ。あ本当。俺それね一緒に飲んでる時にそれ言い出したらめっちゃテンション上がるけどな。うん、まあ昔だと逆にかもしれないけど今逆にもうその鉄板ネタとして使えるよ。いやまあ おかげさまで、いやまさかちょっとライバーデビューすると思ってなかったんで、まあ、ある意味感謝かもしれない。感謝かもしれない。エピソードできて、あそうなの、おもろいね、いいのあるね。でも大丈夫だよ、俺もね酒でね、はい、酔っ払ってね、なんか女子の部屋でゲロ吐いたことあるから。大丈夫だし、どんだけやらかしたっていいんだ。いやそれはやばいっすよ。それはちょっとそれはやばいっすよ、うん、まあそこまでね、酒が多いかな、なんかまあ確かにそうなあ、でも好きなんだお酒飲むの。あなんか日頃からは飲まないんですけど、うん、友達とか誘われた時に飲む時に思いっきり飲む、はいはい、最近はあんまない。最近はない、まあ、あ飲んだりみたいなのはないですね。うん、一回ウェンさんとたちと、まあ、何人かでご飯行った時に、はい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 、ウェンさんと二人でめっちゃお酒飲んだみたいな。じゃあどっかでまたなんかタイミングあったら飲みたいね。いやちょっとぜひお誘いいただければ。いやぜひぜひ誘いますね、はい、気軽に深夜いきなり誘うね。じゃあ本当ですか。ちょっと次はちょっと参戦できるように、うん、ありがとうございます、待機しておきます、はい、いいすいません本当に折り返しありがとうね、ネス君。いやありがとうございます、こちらこそありがとうございました。また喋ろうね、遊ぼうね。はいお願いします。ありがとうね、またね、はい、ありがとうございます。バイバーイ。